はい。皆さん、こんにちは。えせっかです。それでは、今回なんですけども、12月、キャッシュレスお得キャンペーンまとめ、見逃せないキャンペーン多数ということで、今回は約200年ぶりのキャンペーンまとめ動画ですね。12月に入りまして、キャンペーン情報がかなり多かったので、今回は僕なりに簡単にまとめてみました。一部のキャンペーンについては除いてますので、そこだけご了承ください。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回は12月お得キャンペーンまとめということで、この12月、2020年の12月のカレンダーを埋めながらですね、お伝えしていこうと思います。まず一つ目は、伊藤園自販機の10%関元キャンペーンですね。 こちらのキャンペーンなんですけども、12月の1日からスタートして、12月の31日までとなってます。で、対象の支払い方法なんですけども、PayPay ペペの残高払いとか、YJ カード、Yahoo Japan カードですね。あと、後払いも対象となりまして、上限は500円相当までとなっております。まあ、ちょっとね、この自販機に関してはなかなか見つけることが難しいところではあるんですけども、もし見つけた際はですね、PayPay ペペ決済がちょっとお得かなと思います。続きまして、こちら以前ね、動画にもさせていただきました、顔製品の最大40%還元のキャンペーンとなってます。 なっております。こちらのキャンペーンの対象の支払い方法なんですけども、残高払い、そしてヤフージャパンカード後払い、その他のクレジットカードも対象となります。こちらのキャンペーン今月いっぱいになっておりまして、上限が2000円相当となってます。で、僕自身こちらのキャンペーン前回はですね参加してなかったんですけども、今回ちょっと参加してみようかなと思ってます。で、気をつけてほしいのはこのキャンペーンのポイント付与なんですが、2021年の2月の下旬頃までに順次付与予定ということですので、いつもみたいに。 大体30日ぐらいのスパンで入ってくるというわけではないので、ここは気をつけてください。次こちらですね。PayPay ジャンボ1一等最大全額戻ってくるキャンペーンということで、今回は対象のネットストアの利用で、このキャンペーンが開催されるということになります。で、こちらのキャンペーンなんですけども、対象の支払い方法として残高払いで、5%、10%、20%ということで、 この p a y p a y ジャンボ以外にも一部のネットストアを使うことによって最大20%分まで戻ってくるキャンペーンというのがあります。対象のストアはざっと紹介をさせていただきたいと思うんですが、例えば20%であれば ebook ジャパンであったりとか、 ミクシーゲームとかそういったところが20%。で、10%還元であれば、サンプル百貨店であったりとか、サンドラックの e ショップの本店って書いてますね。ネットストアですね。あと、大阪王将であったり、あと、コミックシーモアとかも10%付与となります。で、残りの10%付与はこんな感じ。あと5%付与はこんな感じとなっております。で、上限に関しては1回、そして期間中トータルで5000円相当までとなってます。 で、さらにそこに今回はプラスアルファでペイペイジャンボ最大全額還元ということになっております。一応最大ということなんですけども、10万円までとなっております。こちらも12月いっぱいのキャンペーンとなってます。 こちらに関しては12月からスタートして来年の1月11日まで開催がされております。続きまして D ポイント D 払いのキャンペーンですね。こちらもね、以前動画でお伝えをさせていただきました D ポイントスーパーチャンスありがとさいということですね。こちら大きく2つキャンペーンが分かれております。まず1つ目なんですけども D ポイントカードプラス D 払い税抜き600円以上を行うことで確実に500ポイント分の D ポイントをもらうことができるキャンペーンとなっております。こちらは 12月の1日からスタートしまして、1月の11日までのキャンペーンとなっております。 まこちらに関してはね、確実にポイントがもらうことができますので、条件もかなり緩いので、サクッとクリアするのがいいかなと思いますね。続きまして二つ目なんですけども、抽選のキャンペーンとなっております。5つ以上のお店で D ポイントカードを提示する、プラス D 払い税抜き600円以上を行うことで抽選に参加することができます。ちなみにその抽選で当たるものっていうのが、5周年記念のポイントグッズであったりとか、D ポイントが当たったりとか、まあ、そういった抽選のキャンペーンとなってます。ですけども、まあ抽選にはなるので、そんなにまあ無理に参加する必要はないので、 のかなと思います。まあその私生活の中で5つ以上自然とクリアしそうだなっていうタイミングで参加するぐらいがいいかなと思ってますちなみにこれは第1弾となっておりまして第2弾もしっかりとありますこちらは12月の22日から1月の11日までとなってますそれぞれエントリーが必要となってますんで忘れず参加してみましょう 続きまして、D ポイント15%増量のキャンペーンということですね。こちらも以前ね、動画で紹介をさせていただいたことあるんですけども、期間はもうすでに始まってまして、1月の6日までのキャンペーンとなってます。まあ、このキャンペーンというのは、これまでちょくちょくね、僕が紹介させていただいてたポイントサイトというのがあるんですけども、そこで貯まったポイントを D ポイントに交換することで15、15%がプラスアルファでもらうことができるというキャンペーンとなっております。で、もらえる D ポイントに関しては、期間用途限定がもらうことができますんで、 まあ、ローソンのね、お試し引換券とかそういったもので使いたいなっていう方がいらっしゃいましたら、今回このタイミングでポイント交換するっていうのもいいのかなというふうに思います。 続きまして、楽天ペイですね。楽天ペイなんですけども、こちらも以前動画で紹介したことがあるんですが、まず対象の店舗限定、対象の地域限定のキャンペーンですね。最大楽天ポイントが10%もらえるキャンペーンとなっていまして、上限が500ポイントまでとなっております。まあ、このキャンペーンのお得な参加方法としましては、まあ、ポイント払い、いわゆるその期間限定ポイントを使ってお買い物をしても還元をもらうことができるというところですね。一応最大の10%には届かないんですけども、9.5%まで還元受けることも できますんでもしね楽天ポイントの通常ポイントを持っている方ももちろんそうなんですけども期間限定ポイントこれを持っている方のまあ、消化にはちょうどいいのかなと思いますですけども使える地域っていうのが東京札幌仙台横浜川崎鎌倉名古屋大阪神戸広島福岡那覇っていう感じにちょっと決まってるんでここはちょっとね対象かどうか チェックしてておいい。ください続きましてこちらですね。対象店舗にて楽天ポイントカードを提示の上、楽天ペアプリで支払いしたら、楽天ポイントカードのご利用分のポイントが10倍というキャンペーンとなっております。こちらもね、以前紹介をさせていただいたことがあります。上限が1000ポイントまでで、対象店舗がファミリーマートであったりとか、吉野家とか、リンガハーハットとか、ビッグカメラというところが対象となっております。こちらも12月いっぱいのキャンペーンですね。続きましてこちらのキャンペーンですね。これ今日発表されて結構テンション上がったんですけども、声優の のの系列のお店で、ななんんと楽天ペイが使えるよようになったんですよねでそこでキャンペーンが開催されまして、最大5%分の還元を受けることができるキャンペーンとなってます。まあ、声優以外にもリビンっていうんですかね、他にもサニー、そういったところが対象となります。まあ、僕自身は福岡に住んでるんで、サニーをね、よく利用することがあるんですけども、そこがまさかの楽天ペイが対象、対応したっていうのはかなりテンションが上がります。上限が500ポイントまでとなっておりまして、こちらも12月いっぱいまでのキャンペーンとなって っっっておりまますちちちななみみにに楽天ペペ以外にもも確か LINE 対応ししたたたいいことととをょら伺続きまして、メルペイですね。メルペイなんですけども、こちら以前ね、僕のツイッターで少しつぶやいたんですけども、メルペイ冬の地域還元祭り20%ポイント還元というキャンペーンが発表がされておりました。で、対象店舗なんですけども、一応公式ページには約1000店舗、っこ大阪府とか新潟県の一部のお店で開催がされるということでございました。これは僕が見た 時のその12月の1日時点ではそういった情報なんですけどもまあ、このキャンペーンの日にちが近づくにつれて詳細の情報が出てくるのかなと思うのでまあ、そこでねこのキャンペーンがご自身が住んでいる地域が対象かどうかっていうのをチェックした上で参加してみてくださいこれは12月の17から12月の30日までのキャンペーンとなってます 続きまして、aupay ですね。aupay なんですけども、こちらはね、少し前ぐらいからずっと開催がされております、生活応援企画のローソンのキャンペーンですね。こちらは、特に期間というのは決まってないんですけども、常に3%還元でお買い物ができると。上限なんですけども、1auid 当たり3000ポイントまで。そして、ちょくちょくこれも紹介させていただいてました、月餅のキャンペーンと併用もできるので、それはそれで結構お得なのかなと思います。なので、aupay カードであったりとか、aupay プリペイドカード持ってる方は、これで参加してみるのもいいと思います。 続きまして、松本清で20%還元キャンペーンですね。こちらも12月いっぱいのキャンペーンとなっておりまして、上限が 1AUID あたり500ポイントまで、そして、上限が 1AUID1 回に500ポイントまで、そして期間中トータルで1500ポイントまでとなっております。で、このキャンペーンの注意点としましたら、対象外の店舗っていうのがあるので、これは事前にしっかりチェックをした上で参加してみてください。これに関しては、なんかもうモール的なところが結構対象外のところが多かったりするので、 普段からね、利用しているお店が対象かどうか確認してみてください。続きまして、ホットモットで20%還元キャンペーンですね。こちらは上限が期間中トータルで1500ポイントまでとなっております。で、開催される期間がちょっと短いんですけども、12月の1日から12月16日までの約半月ほどのキャンペーンとなっております。ですけども、ちょっと続きがあるんですが、これは第1弾、そして第2弾も開催されて、これは税込500円以上のお買い物、まあお弁当を買うごとに、 15万人様に100円引きのクーポンがもらうことができますなのでまあほットモットをねちょくちょく利用される方であればもうほとんど au Pay 決済がかなりお得だと思いますので前半も後半もそれで試してみるのもいいと思います続きましてこちら au Pay OK で税込み200円以上お支払いすると20%分のポントポイント還元を受けることができるキャンペーンとなってますこちらも12月31日までのキャンペーンとなっておりまして 1auID あたり1回に800ポイントまでそしてトータル期間中に 1> 1, ポイントまで、の上限となっておりますであと、こちらもありますね。百貨店、アパレル、ショッピングセンターで、au Pay で支払いしたら、ポントポイント最大10%還元キャンペーンということで、こちらは対象店舗に関しては、一部しか出してないんですけども、ユニクロとかロフトとかパルコとか、そういったところが対象となります。あと、他にもね、ちょっとしたモールであったりとか、そういったところが結構対象になっております。で、上限は、1auID あたり、1回に500ポイントまで、そして、期間中トータルで1500ポイントまでが上限となっております。 で、こちらも12月いっぱいまでのキャンペーンとなっております。そして次にファミリーマートのキャンペーンですね。まずはこちら、楽天エビ、楽天ペイ、ファミペイのいずれかで決済。 そして、1回に税込み700円以上の決済をすることで、抽選に参加できるキャンペーンとなっております。まあ、これ抽選でその楽天ポイントが1万ポイント分当たるっていうようなキャンペーンとなってまして、一応この3つのいずれかで決済すれば参加できるんですけども、もしそれがファミペイ払いの場合だと、当選確率が2倍に上げることもできますんで、普段からね、ファミリーマートを利用される方は、ちょっとしたチャンスがありますよということですね。で、もしですね、利用する際にこのキャンペーンと組み合わせてもいいのかなと思いまして、こちら こちらもあります水曜日と土曜日限定にはなるんですけども、ポイントが2倍のキャンペーンとなっております。これ上限が1000ポイントまでなんですけども、ファミリーマートで D ポイント、楽天ポイント、そして T ポイント、いずれか出すことで、水曜日か土曜日はポイントが2倍になります。通常であれば200円で1ポイントの0.5%還元なんですけども、今回はここに1ポイント分が加わるので、実質1%分の還元を受けることができます。で、ちょっとややこしいのが、毎月その各エントリーが必須となってますんで、まあ、12月終わって、また次の月までとか、 ま、変わった時に、しっかりとエントリーした上で参加してみてください。なので、先ほどのね、楽天ポイントが当たるキャンペーンと、組み合わせて水曜日か土曜日で決済するのもいいのかなと思います。ちょっと、26日に線を入れるの忘れたんですけども、26日も対象です。続きまして、航空音ペイのキャンペーンですね。こちら、冬の航空音ペイ祭り、航空音ペイの対象決済サービスで、コカ・コーラ社製品を購入すると50、50%戻ってくるキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンは、航空音ペイと、 ペイペイとか、ラインペイ、楽天ペイ、AU ペイ、D バレー、メルペイを紐付けた状態で、決済したら50、50%分が戻ってくるということになっております。しかもですね、このキャンペーン各社、それぞれ上限というのは決まっておりまして、期間中トータル、そして1回につき200円相当までとなっております。で、開催される期間が12月の1日から12月の25日まで。で、それぞれですね、各決済会社ごとに付与される期日っていうのが結構バラバラになっております。 ペイペイであれば30日後。ラインペイであれば2021年1月の下旬頃。楽天ペイであれば2月の末。au ペイも2月の末。d バネに関しては1月の末ぐらい。メルペイに関しては翌日という感じなので、それぞれどのタイミングで入ってくるかっていうのは事前にぜひですね、チェックしておいてください。で、最後に今お伝えしたキャンペーンをずらーっとこんな感じに並べました。いや、ほんとね、まあ、ここ最近のキャンペーンの数ヶ月間の間で一番今キャンペーンが多い時期なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、企業さんが多分ここら 辺で年末までにかけて勝負を仕掛けてるのかなとは思うんですけども改めて久しぶりにまとめてか結構数が多いなという風に思いましたねで、僕的には今回一応優先順位的にはこんな感じに参加しようかなと思ってます先ほどお伝えしたペイペイの顔の40%還元キャンペーンですねこれ前回僕ほとんど参加してなかったので今回はちょっと参加しようかなという風うに思ってますあと D ポイントのアリゴ搭載の方ですね確実に500ポイントがもらえる方は 条件としては結構緩い方かなと思いますんで今回はこの有事際の得点1の方はサクッとやってみようかなと思いますそして楽天ペイなんですけどもまさかサニーで楽天ペイが使えると思ってなかったんで12月1杯に関してはちょっとねサニーで楽天ペイで決済しようかなという風うに思いますあとは au ペイの松本清し20%そして au ペイの、まあ、ユニクロで10%還元を受けるっていう感じで使おうかなという風うに思ってます で、優先順位は結構低いんですけども、D ポイント増量のキャンペーンが来年の1月6日までなので、ポイントサイトで余ってる分ですね、これに関しては D ポイントにほとんど流そうかなという感じなのと、で、たまにね、自炊をしたくない時もあったりするので、その時はホットモットの20%還元、まあ16日までなんですけども、これもちょっと了承かなっていうふうに思っております。まあ、そんなこんなで今回はめちゃくちゃ久しぶりの、まあ、約200年ぶりのキャンペーンまとめ動画でございました。 いやもうそろそろ落ち着いてくるかなって毎回毎回ほんと毎回思ってるんですけどもなかなかねまあ、還元率は下がっては来てるはいるんですけども相変わらずキャンペーンはすごい盛り上がってる感じではございますねまあ、使い方によっては12月いっぱいねかなりお得に使えるのかなというふうに思いますんでもちろん上限いっぱい使わなくてもいいので 日常生活で、そのなんちゃらペイとかを使えばいいだけなので、結構緩い感じにね、皆さんも参加してみてはいいのかなというふうに思います。また他にもね、キャンペーンがちょくちょくね、発表されることもあったりするかもしれないので、まあそれも含めてまた動画でお伝えしようかなというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました